アンリは、ケンルクセンブルク大公。1964年、祖母のシャルロット大公が父、ジャンに上位したため、大公正士となる。1998年から摂政を務める。長男のギオーム大公子が1999年に成人したことを受けて、ジャン大公の上位により2000年10月7日に即位した。1980年、ジュネーブ大学を卒業した。 同じ大学で学んでいたマリア・テレサ・メストレイ・バティスタと翌1981年2月14日に結婚。他国の王家か貴族の女性との結婚を望んでいたベルギー王女である母ジョゼフィーヌ・シャルロットはこの結婚に消極的で、そのため嫁姑の間がうまくいかなかったという。二人の間に4男一女がある。2017年11月に 長女アレクサンドラと共に日本国を訪問。訪日の際には日本国政府より大勲意喫下大受賞及び大勲意喫下賞継職が贈与された。安倍晋三と会見する安里2019年10月22日の即異例正殿の儀に参列し、10月25日には迎賓館赤坂離宮で安倍晋三内閣総理大臣と懇談を行った。 ルクセンブルク大公献、ナッサー貢献ブルボンパルマ公使アンリ殿下。ありがとうございます。